サカツク04、始まります。成長タイプは遅めの最高レベルの選手、マリウスまで入団し、言うことがないほど満足だった23目が終わりました。今回から24年目、さらにいいことが起こるのでしょうか？では、行きましょう。さらなるすごいことが起こってほしい、24年目。では、パパッと行きます。スポンサー契約は、20億ほどで。いつものボム。契約更改が必要なのは6人で、結構ベテランも多く、転生させようかの瀬戸際の選手でしたが、まずはキーパー沢と5年契約。ゴン中山さんと、3年、5億4000万。サントスアレサンドロと3年、4億4千万。サンパイオ、柳沢、井端の3人は自由契約となりました。また転生してほしい状況なら取るかもしれません。スタッフ、スカウトは契約を継続、去年途中からオフタス3になっています。運営計画は、広告費を2000万アップ。キャプテンは、ゴン中山さんを指名。そしてキャンプは、ダカールに。新たにドーハに行けるようになっていましたが、ずっとダカールに行っていたので癖でダカールにしちゃいました。新人自由獲得はカットし、他クラブの転生状況を確認していきます。相変わらず、マリノスの松田、中澤が欲しいというのと、奥大輔、アンジョンファンが再転生しております。奥大輔は欲しいですね。フォワードは、川本大重、三浦和義、田中達也がいるので、ここは無理して外国人枠を使わないでも良さそうです。さらに強制転生目的で、奈良崎さんとも交渉しましたが、人数不足で交渉不可。松田、中澤も同じ。結局、補強ができそうなのは、奥大輔でした。彼が一番欲しいのでいいんですけどね。そんなに今はいいと言いつつ、アンジョンファンにも交渉してみます。その後、奥大輔は交渉成功。アンジョンファンは交渉失敗でした。ちなみにここで一つ発見をしました。この画面は先ほどのクラブ間交渉の時に見た、奥大輔ですが。クラブ間交渉が成功し、選手個人との交渉で見た奥大輔の能力。ここで J 補正が入っており、いろいろ能力が上がっていました。そんな奥大輔は、5年、8000万で契約が成立。スフィーダでは2度目の加入となりました。一旦補強はこれで落ち着いた24年目。この年は異常なことがかなり起こっていました。2月から、能力爆発が起こります。爆発したのは服部さん。若手の爆発が楽しみでしたが、嬉しいニュースなので、いいスタートとなった服部も含めた、チーム状況を見ていきます。ベテランが次々抜けているので、ちょうど入れ替え時期となっています。そんな中でもそれぞれのペースで成長しているので、うまく入れ替えたいところです。センターバックにリッカートを入れたいですが、まだ厳しいですね。出してもいい試合では出すつもりではいます。その後3月、奥大輔が入団。その直後、またも能力爆発。今度は七海さんが爆発しました。奥大輔が入った3月、お待たせしました。いよいよ、あの選手が現れます。オランダ勢にコネがあるメドマンさんの出番がやってきました。オランダ勢、お待たせするほどのすごいやつ。そうです、サカツク04でも世界最強ミッドフィルダーであろう、グラーフです。コネがあるとはいえ、どのタイミングで獲得できるのか、
成功できるのか、いろいろ不安はありますが、声をかけます。成功率は極めて低いとは言われていますが、こちらはコネがあるので、言われているような確率ではないはず。そんな願いが届いたのか。見事交渉成立。雇わないわけがないです。大金を払ってでも迎え入れます。100億はかかるでしょう。1年分の黒字を費やすことになりますし、他の大物選手たちの年俸も気にはなりますが、破産しなければ十分です。この時点で、20歳の3月、入団は4月、そこから留学を3年させたいので、23歳、間に合うかな?フィジカルとメンタルが早熟よりだと思うので、あまり時間はないです。スキルは標準なので、40歳近くまでプレイさせたいですが、どうなるでしょうか。契約は無事成功、一気にお金が減りましたが、最高の補強ができました。翌月、グラーフが入団、待ってました。サカツク3の知識になりますが、どのくらいの能力なのか触れてみます。多分ほぼ変わらないと思うので、誤差はないはずです。能力を文字で詰め込んだので読みにくいと思われますので一つ一つ触れます。最高レベルのものがすごく多く、クロス、ヘディング以外の攻撃能力、走力、瞬発力、中央適性、さらには、戦術とほとんどのシステム、ファンタジスタです。パーフェクトなオフェンシブミッドフィルダー、さらにはフォワードとしても使えるので、バウアーに並ぶ最強選手です。育成が間に合うのかわかりませんが、すでにかなり大きなグラフなので、2回の留学から帰国してすぐ使えるでしょうし、それに伴って育成もするので、成長は早いかもしれません。成長タイプが、このように早めなのですが、スキルが標準なので、そこで長持ちできるかに期待していますがここはわかりません。この頃のサカツクは、早熟だとしても能力が下がるというほどではないので、成長させていきたいですね。その後、エディット選手は、育児に勤しみ、息子が小学生に。こちらも2世が超大物になることを期待しているので楽しみです。そして、またも能力爆発。異常事態すぎます。今度は、ゴンさんでした。今回はここで終了します。グラーフ回として、ここで区切ることにしました。能力爆発もすごい頻度で起こっているし、ここまでの異常事態はあまり経験がなかったです。ご視聴ありがとうございました。